最後か、勝たせていただきますよ。完璧に勝つから見とけよ。新旧チャンピオン対決。どっちが俺でしょう。さあ行くぞ。ぶっ殺すわ。いやー、先発ピカチュウじゃあ81。いや、ここで積んでも意味ねえ。ここで積んでも意味ねえよな。クリティカッターとかしかねえもんな。マグニチュードで。なんだ、甘えてくんな、気色悪いな、お前。本を変えてめえ。おお、ガクッと下がっても結構効くね。電光石火。おいおい、今何かしたか。ホモチューがよ。よーし、ピカチュウいける。いや、デッシン連れてきてマジよかった。だって、削られなくて済むじゃん。雷とか食らってたらやばかったぞ。いけるいける。銃来たー、ホモチューが。よーし、まずピカチュウを撃破。ピカチュウ撃破。で、流れ、よっしゃ。いいね、いいね、いいね、いいね。エーフィー、エーフィー、エスパータイプ、ビッグボムかな。待てよ、二次数、あー、ビッグボム。73、むっちゃ強い。え、帰りき、帰りきも強いよな。あー、これちょっと、これ半分ぐらいにしてくんねえかな、半分ぐらいにしてくんねえかな、半分ぐらいにしてくんねえかな、半分ぐらいに。おい、強すぎだろお前。おい待てよ、だってさ、ビッグボムのさ特防っていくつ。117、117で140食らった。ってことは二次数、え、これ勝てなくね。やべえな。ただ最、噛みつくで、ブラックスでいこう。ブラックスでいって、噛みついていこう。AB 対決。うわー、レベル差がもうやばい。うわー、フラッシュ一発積みて。お、サイキネで攻め、ご利用してくるパターンか。いや、これね、サイキネの PP、うー、ルル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 ル強すぎる。いや、一発耐えれば。ここ電磁波、あ、光の壁だった。よーし、まず電磁波、巻き巻きと、そして光の壁、ハリハリと。よし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 、こっから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 長期戦長期戦んで、光の壁入ってんのにこんな食らうんだよ、バカ誰がお前。おかしいだろうが、それは世の断りから外れてるだろお前。ビッグボム。これ長期戦になるぞ、これこれ長期戦になるぞ、マジでこれは長期戦になるぞ。
ビッグボム出して、これもう30分見てくれ、みんな30分よい、元気のかけらを。いや、これメグ重要、メグの電磁波重要。おい、当たんなよ。よしよしよし、一回外れてくんないかな。でとりあえずみんな蘇らして、で満タンの薬で外れろ。よっしゃ、いいねいいね。で、すごい傷薬でブラックス。これはちょっと、これ下手すりゃアイテム、おーしいいね、アイテム、あー光の壁だったらメグちゃん出して、いや、ここビッグボム捨て気味に動いて、で、いける、待て待て、いけるいけるいける、で、鉄心出すじゃん、鉄心出すじゃん。そんで自爆して、そしてゾンビ作戦でいくわ。鉄心出してエビ殺して、よーし、頼りになる。ブラックスとメグのレベル上げつつ戦っていくと、よーし、いいね。え、次誰、いや、誰が来てもメグ、誰が来てもメグ出して、おーお前マジか、これはやばい、これはやばい、これはこれはやばい、ポケモンが来た、これ勝てなくね、いや耐えねえだろこれ正直。お、耐えた、よし、元気のかけらを手心使って、いやー、自爆じゃ落ちねえよなー、自爆じゃ落ちねえよな、待てよ、冷静かけろ、スマウグで勝てない、いやこれもう鉄心で自爆するしかねえ、いや待てよ、削って削って鉄心で自爆だな、半分は食らうから、半分どう食らすか、二次数さ、物理防御少ないから、あーでも物理系の、あ、ビッグボムが死んで、鉄心の自爆で削って何回身を滅ぼすんだお前、ごめんな鉄心、ちょっと待って、カビゴン強すぎる、カビゴン強すぎる、これだって眠る覚えてんだろ、物理防御一番高いの誰、スマグか、まいれ、いやこれとどめさせに行こう、龍の怒りの方が暗いか、やばいわこれやばい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 、早く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 来てくれ、早く鉄心、早く来てくれ鉄心、鉄心早く来てくれ、早く来てくれ鉄心、あと一歩、あと一歩、早くぞ、頼む、眠らねえでくれ、眠らねえ、やばいやばいやばい、ブラック、やばいやばいやばい、待って、ブラックさして、これまでどっかで回復しないと、でも絶対ここで殺すしとかなきゃダメ、こいつは眠る、よしよし、でもカビゴン突破した、このカビゴン75を自爆3発で突破したのでかい、で、OKOKOK、そんで、どっかで回復しなきゃ、どっかで回復しなきゃいけない、リザードン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 、二次施策、ちょっと悪い、二次施策にはちょっとここでメグ、まずメグ蘇らして、全員蘇らして、ここ解放者だろ、あー、いや、オッケーオッケー、で二次施策で粘ってもらって、しかもこいつよ、食べ残しもあるから、いける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 、あ、元気のかけらが4個しかない、
まあまあまあ大丈夫。大丈夫大丈夫。ビッグボム。とりあえず大丈夫。みんな蘇らして。オッケー。これは大丈夫。これ、リザードンは2、ああ、強い。引くわ。とりあえずでも、とりあえず頭数揃えないと勝てないから、うわぁ、待てよ。こいつどう倒す？耐えろ。ああ、ほん、よし。そんでこいつは絶対死んじゃいけないから、満タンの薬を、こいつに使って、ちょ、耐えてもらっといて、麻痺巻いて、いや、とにかく粘るしかない。自己再生でちょっと回復が追いつかねえ。食べ残しが地味に効いてる。元気のかけら、鉄心。鉄心は HP 必要ねえな。こいつ HP1 でいいわ。鉄心 HP1 でいい。いける、絶対いける。あー、炎の渦じゃ、だるいな。麻痺巻かねえと自爆が先行で打てねえから絶対麻痺巻かなきゃいけねえんだよ。すごい傷薬よ。まずはビッグボム。100。いや、ここ満タンの薬だな。まず、このビッグボムの HP をやや高めに保っておきながら、メグちゃんも大事。あー、でもスザックにも満タンの薬使わなきゃいけないな。これギリギリすぎる、マジで。急所当たったら終わる。あー、やめて、死ぬな死ぬな、スザック死ぬな。あぶねえ。満タンの薬を、二次スザックと。二ターンジャスト。だなぁ。つが、翼で打つ PP35 あるよね。これ、枯らすの不可能だな。うわぁ、急所当たっちゃう。もう、なにこの強さ。なんで翼。待て。いやー、耐えねえぞ。これね、誰かを生贄に捧げ。うわー、次、メグちゃん回復させたかった。くっそ、これ、電磁波巻かなきゃ無理だな。つか、鉄心耐えそうじゃね？いや、耐えねえな。いや、解放者耐えるやつがビッグボムしかいねえ。まひねれ。うわ、これやばいな。半分いくよね。うわ、ついよ。やべえ。メグちゃんが火炎放射一発耐えてくれねえと話にならねえ。で、次スマウグ生贄に出して。うわぁ、メグちゃん火炎放射、待てよ。ビッグボムで130食らってんだろ。ギリギリ耐えるか耐えねえかだな。いやぁ、耐えねえな、これ。ちょっと待ってな。98。うわー、耐えねえかな。やべえ。
待て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 。スマウグ出して。いやもう金ないんだって。もうお金がない。お金がないが。これは？ね、これは使える？これ。これ使える？これ、戦闘中。ね、これ使える？聖なる、はい。これ使える？使えないんだ。なんでミックス俺40個使ってんだよ。待て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 。諦めんな。破壊光線なんかなんで破壊光線なんて買っちゃったんだよ。いや、まだいける。これスマウグでリザードン倒す。そんで、元気のかけらを誰に使うか。ビッグボムか二次施策。リザードン出してきたってことは、おそらく御三家出してくるだろう。不思議花カメックス。不思議まだは二次施策いける。カメックス負ける。両方とも戦えるビッグボムをここは回復した方がいい。パワー全回復して、これ今一つだよな。今一つだよな。あー、今一つでも結構比べるな。オッケーオッケー。なあ、もうだるいわ。もうだるい、だるい。もうだ、だるい、だるい。すごい傷薬。170。いや、これ粘るぞ。とりあえず、解放者の PP 切れてくれのことある。なんで解放者の PP 切らすしかねえ、マジで。これマジ解放者の PP 切らすしかねえぞ。で、ちょっと時間かかるけど、あー、あと一個元気のかけらがあれば絶対勝てる。あと一個くれ、頼む。んちくそ、さっきミスった、さっきやらなんの岩頃に、このさ、バカクソ鉄心が、ゴミ鉄心がさ、元気のかけら盗んだんだって。こいつさえ死んでくれてれば、こいつさえ存在しなければ。ディフェンダー使いどころマジ大事だぞ。ミックスオレも使っていこう。満タンの薬、まあでもカビゴン倒してくれたからな。言っちゃダメそんなこと。まずはスマウグ。おい、でもよ、解放者さダメージ40、あ、ダメージ50ぐらいじゃん。こっちさ、ミックスオレさ、40個あるからよ。解放者 PB 切れるまで、俺今からずっとミックスオレ使い続けるから。俺いいよ、今から8時間ぐらいやっても。俺、いや、使い続けるから、ミックスオレ。使いつ、受け続けるから、これから。これから受け続ける。何回使ってくんだって、めえ、この野郎。もうこれ、ミックスオレ作戦しかねえ。やけど引いたら終わる。やけど引いたら終わる、マジで。待て、あ、やけど直しがねえの。うわ、くっそ、マジか。やけど引いたら終わるな。いや、でも行くしかねえよな。いや、ここでミックスオレを。いや、すごい傷薬使いてえな。多分解放者の PP ね、15だ、あー、的確だね。15だと思う。波乗りで最後、いや、とりあえずこいつ絶対、じゃ、こいつミックスオーレを飲みまくって、いやー、でもなー、不思議花、いや、不思議花まではスマウグに頑張ってもらわなきゃいけねえ。うわ、つえ。いや、けど引くなよ、マジで。
何発撃った何発撃ってんだよ今これ受け続け波乗り打ちてどっかのタイミングでどっかのタイミングで波乗り打ちてちょっと救助を取ったら死ぬんだもんお前スマーグ死んだらマジで終わりだぞスマーグ死んだらマジで終わりだよだから炎の渦から解放されて次炎の渦撃ってくるなっていうタイミングで波乗り一発撃ちていやーこれでも時間の問題だねこのままじゃねただ後手後手に回っちゃいけないか次おちょ次波乗り撃つわ次波乗り撃つわじゃあ引いてしまったー急所一発耐えるよな2倍だから80あー引いちまったよただよなあれだろ火傷って攻撃力が下がるんだよな特殊だろ結構食らう結構食らう勝てる勝てるこれ勝てる絶対まずはここすごい傷あすごい傷口なくなるな回復の薬ないあーこの火傷のダメージいってシーバナまでスマウグに頑張ってもらわなきゃいけねえからうわあ危ねえこれ急所だったら負けてたね今のところ急所で負けてたね危ねえ、もう悲しい。おい、やめろ、ちょっと特性とか使ってくんじゃねえぞ、絶対。あー、待って。レベル上がれ、無理か。うわー、カメックス来た。不思議花は絶対スマウグで勝てる。だから、このカメックスをブラックスとビッグボムの二人で勝てばいい。おそらく波乗り吹雪打っていくんだろう。ブラックスでフラッシュ一回当てれば勝てる。強っ。波乗りだったら一発入ると思う。やったこれ耐えるこれ絶対耐えるこれ耐える絶対耐える。これうずし、よしきルン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 ゴミすぎうちとしや股関節あだっきゅう懲役86年ルールルールルールルルン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 サイクル仕事したオッケーこのブラックスは本当にでかいこれはマジででかいこれ一発撃ったのマジででかいこれすることにより吹雪とハイドロポンプの命中率下がってるはずだからその代わり敵がちょっと地液化して交代してきたらもう終わりだなビッグボム。ああ終わった。いやーし。え、のしかかりと怪力どっちが強い？のしかかりと怪力どっちが強え？のしかかりと怪力。どっちが強え？攻撃力的には怪力の方が強いよね。のしかかり80で怪力90でしょ。だよね。ちょっと待て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 。ここはね、ここは、
スマグを回復しなきゃいけないんだけど、すごい傷薬って150回復だよな。139、オッケー。じゃあ、怪力80、のしかかり85、マジで200回復。ここで、一旦スマグ回復して、ハイドロポンプ飛んできたら終わり。そしたらもう諦めよう。ビッグボムで耐え続けるしかねえ。いやーいやーで、なんとか、で、なんとかスマウグの圏内までビッグ、あ、もうこれ耐えねえよな。スマウグの、あー、つえ、おい、なんだ、聞いてねえよ。やべえ、すごい傷薬がなくなる。満タンは8個か。雨乞い、あー、回復の薬使われたら終わりだな。もう急所当たんないでくれ、頼む。急所当たんないで。やめて、マジで。このさ、222からさ、40ぐらいまでのこの時間、もうほんとやめて。もうすごい傷薬で耐え忍ぶしかねえのか。いや、ブラックスがほんとにでかい。ブラックスがフラッシュ巻いたらマジででかい。外しもあるぞ。もう外せえ、バカーなあ。外せえ、バカー。頼む。頼む。頼む。止まって、よし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 。雨が降りやんだ。おい、ミックスソールでいけるか。あ、待って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 、落ち着け落ち着け、大丈夫。これ最後のすごい傷薬をビッグボムに使って、なんとかもうちょっと削ってスマウグの圏内さ入っちゃえば、よーし。ちょっとずつ削っていくわ。もうお前余計なことすんなよ、気色悪いな、こいつ。急所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 。いやーいやーし。さあ、レッドさん、どう倒すんですか、俺を。いける、絶対いける。いや、これだいぶ相性的にいけるだろ。なんか変なことやってくんだよ、お前。変なことやってくんだよ。もうやべ、絶対ソーラービーム打ってくるやん、これ。よし、キッチンキッチンキッチン、これもういけ。やべえな、これソーラービーム打ってくんな。いや、待ってよ、草半減だな。待てよ、で、あ、でもダメだ、やけど引いてるから空を飛ぶが効かねえ。あ、激励打つわけにもいかねえ。ちょっと待ってな。うわぁ、波乗りいまいち。今一つ。いや、麻痺させた。一発ソーラービーム絶対耐えるから。これクソ食らいそう。とんでもねえ食らいそう。あ、でも待てよ。火力上がってるわけじゃ。うわぁ、なぁなぁなぁ。いや、空を飛ぶはないな。激鈴も打てない。いや、でも空を飛ぶしかねえな。え、どんぐらい食らう、どんぐらい食らう。ああ、結構40だろ。いけるだろ、これ。いけるだろ、これ。ああ、やけどが地味に。どんぐらいくらい？つかめた、落ち着け、落ち着け、落ち着け、大丈夫、落ち着け、大丈夫。次冷静に回復して、次冷静に回復して、次冷静に回復して、そんで、次冷静に回復して、
ダメダメダメ、いけるいける、ちょっと待って、落ち着け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 、じゃこれ硬くいく、多分ね、よし、今ちょうど半分食らってねえな。竜の怒りしてから空を飛ぶで勝ちなんだけど、ここ空を飛ぶでだよね、日本晴れだよな。どうする、光合成してきたらそしたらもう、そしたらもうチンポが、チンポの皮が剥けちまうよ多分これギリギリ耐えてくるんだろう、これギリギリ耐えてくるんだろう、耐えてくるな。いやーし俺見たか、俺が真のチャンピオンだ。消えた、あっ、よーし完璧じゃねえか、ちょっとなあ、完璧じゃねえか、あいつどこ行ったの、あいつどこ行ったの、死んだの、ポケモンに負けて死ぬって、何それ、どんだけ思い詰めてたの、やったぜ、完璧、奥谷純、いやー勝てたな、絶対勝てないと思ったけど、苦戦、かなり苦戦を強いられたけど、アイテムの回復アイテムでなんとかギリギリ食いつないで、ミックスオレしか残んなかったわ。要はミックスオレ40個も買わなかったらもっと楽に勝てたんじゃねえか。回復の薬買っとこうぜ。よーし、これはまあ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 。あのさ、エイフィーがさ、HP2 で耐えたところがマジででかかったな。あそこさ、耐えてなかったら絶対負けてたよね。あの2が運命を分けたな。あそこだったよな。あそこでフラッシュ1回負けたのが、MVP だ。影の MVP だわ。あぶねー。あれなかったら自利品で死んでたね。ただまあテッシーのな、ボンバータックルもよ、だってエイフィーも倒してくれたし、カビゴンにお前ボンバータックル何回打ったと思う、3回自爆したんだぞ、1回の戦い1匹殺すために3回死んだんだぜ、テッシーは。その後しかも俺に罵声浴びさせられたんだよ、気持ち考えてやれお前ら。ジ・エンド、ボタン押していい、あ、うわー、なるほど。いやー、勝てたね、ギリギリね。ちょっと最後メンバー見ようか。いや、ブラックスほんと、強っ！まあでも、電磁波撒いてくれたもんな。こいつも、リザードンを食い止めてくれなかったら終わってたな。あいつ、タッチ悪くなかった。なあ。リザードン、立ち悪くなかった。まあ、こいつは頑張ってくれた。まあ、なんつってもスマウグがようやってくれたわ。よかったレベル上げといて。そしてこの男よ。俺は何も持っていねえ。ダイナマイトしか持ってねえ。レディーガガみてえにダイナマイトの服着てそうだな、こいつ。いやー、面白かった。ちょっと次回というか、番外編で。ルギア捕獲編、技マシンコンプリート編、技マシンはちょっと裏で俺がコンプしとくわ、やっとくからよ、ルギアとセレビー捕まえてよ、締めくくろうぜ、劇場版ポケットモンスター金、3匹の犬編もお楽しみに、3匹の豚編みたいな感じで、時間配分も完璧だったな、いや面白かったマジで。まあとにかくなんとか皆さん無事レッドも撃破し、憂いなくポケモン金のこの実況を締めることができます。
いやー、まあ一言言うわ。まあでも関東のトレーナーも全部倒したし、レッドも倒したし、もう憂いないよな。完璧だよな。完璧だった。それでは皆さん、今日も7時間に及ぶ戦い、お付き合いいただきまして誠にありがとうございました。またいつか必ず僕は帰ってきます。1年後もう約束するわ。2018年7月2日ポケットモンスター、ポケットモンスターマジで閉鎖のお知らせ、リメイク版の DS 版のソウルシルバーアーダコーダで僕は帰ってきますんで、ハートゴールド、ソウルシルバーで帰ってきますんで、まあ、前哨戦は俺の勝ち、まずは一勝収めたということですね。それでは皆さん、お疲れ様でした。よし、しまったな。